皆さんこんにちは。こんにちは。ジョーです。アシです。はい、というわけで大改造計画第4弾。4弾。はい。まあ、ほぼこれで完結というか、うん、あとはもう練習してくださいって感じなんだけど、前回はダウンスイングのイメージ、うん、一度ちょっとお尻突き出してから回転する。そうすることによってバックスイング右、切り返しは左で行えるようにして、はい、腰が、適度なウェイトシフトとその場での回転というのをこう合わせたような練習になっていて、今日は、ヒンジコックを入れてよりフルスイングのイメージがつきやすいようにしていきたいかなと思います。ボルセロの動画でもハーフスイング上位版ということで山田さんが上げてたと思うんですけど、はいはい、それを、まあ、私もやってもらおうかなと思います、うん、はい。アサヒゴルフセンター。とりあえず、まあ今までの復習として、はい、握り方、アドレスの入り方でバックスイング切り返し意識しながら一球打っていこう。はい、ハーフで、ハーフスイング、それはほぼフルや。はい、リズムゲーで、そう、リズムゲー、回転突き出して回転、よしよしよし、まあ、まだちょっと突き出すときにこう回転も混ざっちゃってるから、今みたいな手元が浮いたりとかするから、もう一球だけちょっとしっかりその辺意識して、踏み突き出してから回転、回転突き出して回転、大ダイブ、ダイブ、そうそうそう、まあ、まだまだちょっと練習が必要かなっていうのはあります。で、今日はヒンジコック、まあ今までの普通のハーフスイングと踏み込みのハーフスイング、どっちもノーコックでいいよっていう話、まあ、ノーコックというかアドレスの形のままでいいですよみたいなイメージでやってたんだけど、はい、今日はあのヒンジコックって言って横のコック、横のコック、そうそうそう、あっちどうしてもやっぱ昔が開いローテーションして、で親指に乗せるコックの使い方、縦のコックっていうんだけど、まあ、厳密には縦のコックと横のコックのちょうど中間ぐらいがベストのコッキングの仕方なんだけど、まあ淳はちょっと縦のコック強いから、まあ横のコックだけのイメージでも全然いいかなと思うから、今日ちょっとヒンジコックっていうのをやっていきたいかなと思います。で、まあやり方としては、前回のハーフスイングにコック入れるだけなんだけど、まずハーフスイングポジションに上げたら、このフェースの向きが変わらないようにコックを入れる。変わらないように、そう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 、上げたら、例えばコールだとフェースの向き変わってるからローテーションして開いてとか、まあこっちにやったらかぶっちゃうし、まあこれはあんまないんだけど、このフェースの向きが変わらないように、まあ自分のこの前傾角に対して、垂直に、まあなんとなくのイメージでいいから投げたら横のコック入れて、で、これキープしたまま踏み込んで回転。一回やる。はい。上げて、ヒンジコック。で、お尻突き出して回転。で、この時手首の角度はキープしたままでいい。キープしたまま。そう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 。上げて、ヒンジコック。踏み込んで回転。踏み込んで。これちょっとやっていく。はい。ゴーフィオ。まずはノーコックで上げて、ストップ戻して、はい、今腕のローテーション、手首だっけ、そう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 、ここまで上げたら、このフェース見ながらでいいから、はい、変わらないように手首だけ折る。あ、そうそう、さっきのは手も曲がって腕もローテーションしてるから、手首だけ、手首だけ、ノーコック、まあ、ノーコックというか、アドレスの形のままここまで上げたら、手首だけ折れるところまで折る。で、これキープして、あとはお尻突き出して回転。上げて、手首だけ折って、で、突き出して回転。そう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 。上げて、ストップ。手首だけ。OK。で、突き出して回転。そう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 。なるほど。で、なるべく最後まで手首の形をキープして、キープして、上げる。手首だけちょっと折って、で、回転。あ、そうそうそう。踏み込んで回転か。なるほど。そうそうそう。一人でやってみよう。はい。俺のクラブがなくてもちゃんと手首だけ折れやさ。ちょっとでいい。ちょっとっていうか、やれる範囲でいい。OK。OK、OK。だいぶいい、だいぶいい、だいぶいい。
気持ちいいっす。そう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 。これでまずヒンジコック、はい、まあ、常にフェイスが開きも閉じもしないコックっていうのを意識して。これが横のコック。だから最初はもう構えて、はい、構えて、構えて上げるときからもうずーっとフェイス見ながら、フェイス見ながらここまで上げる、フェイス見ながら折る。でこの時に手の位置が動いたら分かるから、見てたら、はい、この手の位置のまま、ここでやっと目線をボールに戻してお尻突き出して回転。そう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 、そこまで細かくやってった方がいい。はい、まずはフェイス見ながら上げる。そうで回転、突き出して回転。 OK じゃん今の。そう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 、気持ちいいっす。これぐらいちょっと小分けかつ細かくチェックしながらやっていかないと変わらないから、うん、まあ、流れで打ちたくなるんだけど、やっぱこういう地味な練習が一番大事で、スイング変えようと思ったらなおさらもうこれしかしないぐらいのレベル、はい、でちょっと練習していってもらいたいかなと思います、はい、でこれを流れでやる場合は、はい、まあ本当はクラブに遠心力をかけて自然とこう臨時コックが入って降りてくるっていうイメージがいいんだけど、最初のうちは手でこうやって作っちゃっていい。流れでやるときは作っちゃっていいから、手で作って踏み込んで回転。最初のうちはね、もう手でヒンジコックしっかり作って回転、ヒンジ踏み込んで回転。これもなんかちょっとリズムゲーみたいな感じ。苦手な僕が。そう。でも DJ とかやってたからリズムには、ね、DJ なんでリズム感はいいじゃん。そうですね。まずはもう最初ゆっくりハーフスイングでバックスイング意識しながらやる。なるほど。で次に上げて踏み込んで回転。これも慣れてきたら上げて踏み込んで回転。でこれもできるようになったらもう一回小分けに戻って上げる、ヒンジ、顔を戻して踏み込んで回転。ここまで来たらもうあとは回転、ヒンジ、踏み込んで回転っていう感じで練習していく。はい、もうまずはフルスイング禁止で今の流れでやれるようにやっていこう。アサヒゴルフセンター、素振りで一回流れで、はい、素振りでちょっと俺の声に合わせて構えて、はい、構えて回転、ヒンジ、踏み込んで回転。そう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 、あやってみようか。はい、ハーフスイング、フィニッシュとか取らなくていいから、はい、回転、ヒンジ、踏み込んで回転。よしよしよし、リズムになると。そう、リズムになる。だから心で一個一個感じな、考えながら、あ、唱えながら回転、回転、ヒンジ、踏み込んで回転。そう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 。でも、まあ、淳の特徴としてはまずはこのお尻を突き出す踏み込みの時にものすごく回転しがちだから、この踏み込んでから回転っていうハウスイングをまずは多めにやった方がいいと思う。なるほど。上げ方、腰の使い方についてはだいぶいいし、まぁ、あ、ちょっとこうまだ開きながら手で上げる癖はあるけど、バックスイングに関してはいいんだけど、踏み込む時にどうしても回転が先に行っちゃうから、そうそうそう、踏み込んでお尻突き出してから回転っていうハウスイングをまずは多めに。はい。やっていきたい。で次に、まあ、手で上げるからどうしても手で戻そうとする動きが強いから、はい、確かに、その普通のハーフスイングだったり、お尻突き出すハーフスイングやるときはアドレスのなるべく形のまま上げるように、いい、そう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 、していけば、いいかなと思うので、はい、そんな感じでやっていきましょう。わかりました。はい、というわけでいかがだったでしょうか。まあもう本当この 4回でアプローチとショットで、まあ握りぐりアドレス全部お伝えしたので、まずは上位版のハウスイングがスムーズにできるように、あとはもう練習するしかない。しっかり練習してまたちょっと期間空いてある程度できるようになったら、あと改造計画進めていこうと思うんで、まずはこのハーフスイングをメインに練習していってもらえたらと思います、はい、最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。